ライプツヒ市電は、ザクセン州最大の都市であるライプツヒを走る路面電車。ライプツヒ中央駅に接続するライプツヒ中心部の環状線を中心に放射状に伸びる路線を有する。2019年の時点で総延長は 146km に達しており、ドイツの路面電車では、ケルンシュタットバーン、ベルリン市電に次ぐ大規模な路線網を誇る。 2019年現在は、路線バスと共に、ライプツヒの公共交通管理企業である、ライプツヒ運輸有限会社によって運営される。ライプツヒ市電のルーツは、1860年に、設立され1872年5月18日から、営業運転を開始したライプツヒ馬車鉄道に、遡る。建設の際、車輪のフランジとレールの間に地外などの異物が、 つまるっと発車時に、馬の負担が増加することから、標準機用の車輪の外側とレールの外側を合わせ、フランジとレール間の隙間を広く取った結果、現在まで用いられる1458ミ、mm、リメートルという独特の機関になったと言われている。最盛期の1895年には、路線長92キロメートル、馬2100頭、客車172両、 年間利用客数は2100万人に達したが、翌1896年4月17日に、大ライプツヒ路面鉄道が、同年5月20日に、ライプツヒ電化路面鉄道という2つの電化路面鉄道が営業運転を開始したことで、ルプの馬車鉄道は1897年4月16日をもって廃止された。それに代わって、ライプツヒ市内で、 路線延長を重ねた2社の車両はそれぞれ異なる。塗装をまとっており、GLST は、側面腰はめいた部分が青色に塗られていたことから、青電、LGST は腰はめいたおよび、窓枠が赤色だったことから赤電という愛称で、呼ばれていた。1900年に、GLST は、運輸業務を子会社のライプツ飛行外鉄道に、移管した。 1916年12月31日には GLST が LGST を吸収合併し、総延長 144.8km の路線網となった。それに伴い青電赤電と呼ばれていた塗装が、全面をアイボリーに塗りそうに細い青色の線を被差したものに変更され、以降長期にわたってライプツイヒの路面電車の標準塗装となった。 また合併後は一部廃止を伴う大規模な路線再編も実施された。1926年からは低床構造を取り入れた車両が多数導入したが、1931年を最後に新車の導入は長らく途絶えることとなった。1933年に GLST の運輸業務がライプツヒシに移管されたことで、路面電車は実質的に公営路線となった。 それに伴い略称も LVB に変更され、1938年には、社名も、市営ライプツヒュンユに改められた。第二次世界大戦中の1945年に、ライプツヒは、連合軍による空襲にさらされ、市電も、運行不能になるほどの大きな被害を受けたほか、終戦後も再建されず廃止される路線も多数、存在した。ドイツ分割によりライプツヒは、 社会主義国家の東ドイツ側の都市になったため、1951年にソ連の指導により他の都市と同様支電は国営企業に改められた。同年以降、東ドイツ国内で製造された二軸車や連接車の配給が実施され、1969年以降は、さらなる輸送力増強のためチェコスロバキアのタトラ、国営会社スミーホフ工場で製造されたタトラカーの 大量配給が行われた。当在ドイツが併合した1990年、ライプツィヒ市電は再度民営会社となり、社名もライプツィヒ運輸有限会社となった。1994年には初の超低床電車となる NGT8 型が導入された。だが特殊な技術を用いた超低床電車は導入のコストがかさむことから、ライプツィヒ市電は 自社工場を持ち既存の技術を用いた安価な超低床電車を製造するプロジェクトを立ち上げた。そして2003年以降、子会社として設立したライプツ比、車両サービス企業有限会社によって製造された NGTW6 系レオライナーの導入が行われた。それ以外にも LVB では、子会社の分離を含めた事業再編が進行し、百九十九年以降、 軌道の保守は、ライプツヒ軌道、道路保全会社が担当している。環境意識の高まりに伴う、公共交通の見直しに加え、運行間隔の調整やバスとの連携、イベント時の臨時系統の設定など需要を踏まえた、様々な施策が功を奏し、ライプツヒ市内の公共交通機関の利用客は、年々増加している。路面電車とバスを合わせて一億五千六百万人が、 利用した2017年度には、前年度に比べて、利用客数は5.3%も増加したほか、収益も、関税措置や、利用客の増加により、前年から3.9%増加した1億980万ユーロを、記録している。今後は、新型車両の導入や、チケット購入も可能なスマートフォン用アプリ e a Go の展開など、 さらなる利用客の増加や定着を図っていく。2018年11月26日に実施されたダイヤ改正以降、ライプツィヒシデンでは以下の系統が運用されている。全区間を通して運行される列車のほか、途中の停留所までの区間運転を実施する列車も多数存在する。停留所及び所要時間などの内訳は以下の通りである。 定期系統臨時系統ライプツィヒ支電の運賃支払いは、券売機や車内で販売されている切符によって行われており、ライプツィヒ運輸有限会社が運行するバス路線やチューブ、ドイツエースバーンと共用可能である。通常の切符に加え、最大4駅まで利用可能な短距離用、切符、追加乗り放題の切符、期限1週間、1ヶ月の定期券が展開されている。 また、観光客向けに発行されているライプツヒカードも使用できる。犬や自転車、大型の荷物を乗せる場合は、追加料金が必要となる。2017年時点で、ライプツヒ市電の定期列車に使用されている車種は、以下の通りである。T4DM、B4DM 型、T4DM 型、T4DM 型、B4DM 型。 東ドイツ時代に導入されたタトラカーの T4D 型及び B4D 型に長年の国史による老朽化が目立ったことから1980年代以降に製造された車両に対して民営化後に延命を兼ねた更新工事が行われた。1992年から1995年に行われた工事の内容は窓や座席、全消灯の交換。 方向膜の大型化、換気装置の改善、運転外の空調装置の設置、台車更新など多岐にわたり、1994年以降は、騒音防止のため台車外側にカバーが設置された。また制御装置もイベット阻止を用いた電気子直波制御に変更され、メンテナンスの簡素化が図られた。これらの改造が施された車両は、 T4DM 型、B4DM 型と形式名が改められた。さらに1996年から1999年には T4DM 型70両の更新工事が行われたが、工事内容は簡素化し運転台の空調装置の搭載や制御装置の交換が省略された。また2001年以降は保安対策のため車内に監視カメラが設置された。 これらの車両は更新時期や内容の違いにより以下の形式名でも呼ばれる。B4DM 型は後述する B4DNF 型も含め NB4 型などの新型車両に置き換えられ2012年までに廃車された一方、T4DM 型は2019年現在も営業運転に用いられているが、こちらも後継車両の導入に伴い廃車が進行している。 また2010年以降、T4DM 型、B4DM 型の、K15 両が、ブルガリアソフィア市電へ、譲渡されている。NGT8K、NGT8K1994 年から1998年に、かけて、デュワグ、ドバで製造された、ライプツィヒ市電発の超低小電車。型運転台式の三車体連接車車内の70%が、 低床構造となっている。56編成が製造された。NB4 型 NB4 型低コストで低照化を進めるために導入された、ボンバルディアトランスポーテーション製の超低床付随車。T4D 型や NGTW6 型などの動力車と連結して用いられる。ロストックシデントの同時発注が実施され、2013年以降は、 ロストック市電から譲渡された5両も運用につく。NGTW6L 型 NGTW6L 型レオライナーライプツ比。車両サービス企業有限会社によって2003年から2011年まで製造された部分超低小電車。車内の60%が低小構造となっており、動力台車を T4D があったと同型のボギー台車と、 するなど製造コスト削減やメンテナンスの簡素化を図っている。愛称のレオライナーの由来は、ライプツヒの首相に描かれた獅子である。NGT12 レイ型 NGT12 レイ型タトラカーの置き換えに導入された部分超低小電車。タトラカーによる3両編成に匹敵する定員数を有する全長45メートル級の5、車体連接車で、 製造メーカーのボンバルディアトランスポーテーションからは、フレキシティ、クラシック XXL とも呼ばれる。2005年から2012年まで、計3 3編成が導入された。NGT10 系、NGT10 系ポーランドのソラリスによって製造が行われている最新形式。全長37.6メートルの4車体連接車で、製造メーカーからは、 トラミーの XL とも呼ばれている。2016年から2020年までに61編成が導入される予定である。引退した車両の一部は、ライプツヒ路面電車博物館に保存され、本線上での胴体保存運転も実施されている。二軸車、連接車、第二次世界大戦終戦後、 東ドイツの国有路線となったライプツヒシデンには1951年から1971年まで東ドイツやチェコスロバキアの国営工場で生産された二軸車やフローティング車体を有した3車体連接車が大量に配給され増加する輸送需要に対応した T4D 型、B4D 型 T4D 型末期は塗装が変更された東側諸国の 標準型路面電車であるタトラカーのうち、軌道とプラットフォームの間が狭い東ドイツの条件に対応した形式。ライプツィヒシデンでは T4D 型が33型、B4D 型が65型とも呼ばれていた。戦前製の車両の老朽化に加え蒸気の二軸車や連接車でも追いつけないほど輸送需要が逼迫したことを受けて大量導入が行われ。 1972年から1986年まで東ドイツに導入された T4B4 型の中で最多の量数となる計680両が配給された。1991年以降、1980年代製車両の一部が前述の T4DMB4DM 型へ更新された一方、実施されなかった車両についても塗装変更や座席の交換が実施された。 しかし老朽化が進んだことで、後継者となる、超低床電車への置き換えが進み、2006年の FIFA ワールドカップ時に増便された列車に用いられたのを、最後に、同年7月21日をもって、営業運転から引退した。B4DNF 型、B4DNF 型、B4DM 型を改造した、部分超低床付随車。65D 型とも呼ばれた。中央部が、 低床構造となったほか、中央の乗降扉が隣り合った2機に増設され、扉面積が拡大したことで、車椅子やベビーカーの乗降の容易さが図られた。2003年から2004年にかけて4両が改造されたほか、2009年にも NB4 型の故障頻発に伴う4両の追加改造が実施された。T4DM 型に牽引される形で運用されて、いたが、 T4DM 型の廃車進行や B4DNF 型自体の老朽化に伴い2017年までに全車廃車された。KT4D 型胴体保存されている1308、車体間がサブフレームによって接続されている小型に車体連接式のタトラカー。ライプツヒシデンには1976年に8両が配給され、34型の形式名も与えられたが、 T4D があったと比べて、収容量が不足していたことから1984年に、全社とも、ベルリン市電へ移籍した。そのうち1308は1997年に、ライプツィ路面電車博物館が購入する形で、里帰りを果たし、2005年以降ライプツィフ市電での、胴体保存運転が実施されている。塗装については、 最初に導入された1301.1302が、多形式と同じアイボリーを基調としたものだったが、1303.1304は、車体の上半分をアイボリー、下半分を濃い青色とした塗装に変更され、1301.1302も、後年同様の塗装に改められた。1305から1308は、 車体下半分の塗装がオレンジ色となったが1306から1308については後に青色へ変更されている。2019年現在胴体保存されている1308については登場当時のオレンジ色に復元されている。T6A2B6A2K、T6A2 型による二両編成塗装変更後の T6A2K、T4D 型。 B4D 型の後継者として製造された、ボギー車タイプのタトラカー。T6A2 型は35系、B6A2 型は67型とも呼ばれていた。制御装置の部品にサイリスタを用いることで、エネルギー消費量の削減が実現したほか、車体の形状も角張ったものに改められた。1988年から導入が開始されたが、ドイツ再統一に伴う、 社会情勢の変化により1991年をもって製造は打ち切られ、両数は T6A2 型が28両、B6A2 型が14両に止まった。その結果、多数を占める T4D、B4D 型と機器が異なる少数派になってしまったことで早期に置き換えが進み、2007年11月30日をもって定期運用から引退し、2011年までに、 全社廃社となった。2019年現在、トップナンバーである1001と801が保存されている。グラサーナンライプスガー市内観光用として、ライプツヒシデンには T4DB4D 型を改造した2種類の観光列車が導入された。ありがとうございます。